皆さん、どうもよろしく頼むし、ドラゴン TK です。では、本日はポケットモンスターバイオレット、青の円盤編、やっていきましょう。よし、ここに入れていってるからね。で、ハイダイは、僕は海に囲まれとって、環境に恵まれとるな。おいらも、獣たちも、潮風を感じて走られとる。その割に食堂のメニューに海の幸はないんだ。王道。もし近くの海の新鮮な食材で腹いっぱい飯を食えたら、学生は喜ぶんじゃないかい？で？喜びますきっと。お前さんの太鼓判受け取った。男、ハイダイ一肌脱ぐんだい。学生たちを待ってろよ。稚魚が渦巻く、漁場は食堂。ハイダイクラブ、指導台。うん。いらっしゃい。おっ、始めるかい？いや、前やったと思うからいいです。残念だよ、ロキ。ちょっとね、話しやったやろ。今のはちょっと面白かった。ちょっと面白かったかな。じゃ、BP 試合はしないよな。また間違えたから、何撮影しとんねん、俺。お！チリちゃんと、か、四天王が、二人できるようになったか。へぇ。よし、じゃあ、青木呼んでいこうか。青木ともやったよね。確かね。お、どうした？二人どう、二人合わせてどうした？へいらっしゃい！いきなり、勝負をおじさんと始めるかい？いいえ。残念だよ。ちょっと笑っちまうんだが。あなたですか。この前話したヒグマイソを食べてきました。食感はふわふわ、味は濃厚、とても食べ応えがありました。バルディアの甘い。いや、冷たいや。では、ん？甘いやつや。いや、甘いやつ。ん？なんかわからなくて。パルディアの甘いや冷たいやでは、こじをするとアイスが絶品ですが、こだわりの素材をふんだんに使ったヒグマイスの味もそれに近しい。そうか、すみません、話しすぎました。自分、旅の醍醐味は食べることだと思ってまして、思わず、充実になってしまいました。いいんじゃん。家に帰って食べ慣れたおにぎりを食べるのもまた、格別なんですけどね。え、どうした？なんか変わったぞ、今。方言出すのかっこ悪いってしばらく我慢してたけど、にへへ、吹っ切れてからどうでもよくなっちまった。どうでもよくなったんかい。ん？質問があります。すぐれてはどのような出会いをされたのですか？おぉ？林間学校で。そのようなイベントが、確かに様子が変わる前。北上に戻っていました。ジクリが抱いていたドラゴン TK の熱量の理由、ネリには気になっていたのです。出会い方に問題はなさそうですね。聞きたい言葉聞きました。どうもありがとう。戦闘開始しますか？あ、いいえ。事態の申し出を承知。あ、承知したりしてくれた。ありがとう。じゃあ、特別講師を、今、ここ二人やんで、読んだんで、ライム、読んでいくか。Hey, man! Hey, man! じゃねえの。
あんたたちかいな、あたいに僧侶を襲われたいのは。はい、めんじゃねえのは。主人公は誰ですけどやねん。そういうこと言ってるわけじゃんからね。まあ、ああいうなんか文句あるよね。お、どうした？変わったぞ、また。フリッチジムのバトルコート、発注助かりました。あんたにお願いしたっけか？あの時はこっちも助かったよ。今のコートはライブもできるし、ゴーストな感じが最高だね。誰だね？姉さんが得意としていた、岩ゴツゴツのバトルコートじゃ、墓ノックも潜りにくいからね。そうなん？そうでしたか。しかし本当に助かったのは自分です、マス。あの案件がなければ、あの年の契約数はゼロでしたので。ゼロでしたので、ええー、ってな。あんたの首皮一枚さ。ノーマルかゴーストかわかんないね。そっか。なんかこっちでいるけどどうしたよ。ん？お、兄弟、おいらと勝負すっかい？いや、いいっす。断るのもいいよな。いつでも全力だと疲れちまう。まあ、それはそうなんだが。うん、あ、恥ずかしいと。助けねえと、と。そう。なあ、ネリネがこちらによると。いやー、しないです。じゃあ、ライムとやってみましょうか。あんたかい、ソウルフルビートライブって言ったら、世界じゃ結構名が知れてんだ。そうなんよ。そのまた呼びつけるなんて、あんた大物だよ。はっはっは。チャンピオンに、ごひいきにされたんじゃあろうな。断れないね。あたいの魂のラップ、ブルベンのことをどもに、レッスンしてやるよ。お願いします。え？いや、ラップじゃないです。ここ、お願いします、言ってっか。あんた、乗せるの上手いじゃないか。勝負のレッスンを任せな。うん。そんな目をしていますね。いや、してないです。失礼、勘違いです。恥ずかしいやつ。青木、恥ずかしいやつ。ドラゴン的じゃないか。あたいと対パンしたいのかい？ビュー？はい。は、言ったね。あたいらの魂マッシュアップといくよ。確か、ライムは、ダブルバトルでしたよね。どうなんやろ？シングルなんかな？どっちなんやろ？知らんねんけど。ブルベリー学園やから、シングルになるのかと思いきや、やっぱりダブルだった。やっぱ当時の戦闘スタイルがあるんやろね。やっぱ効果抜群で陰打ちされる。ああ、そんな食らわんねえ。大丈夫なら大丈夫です。いいね。一回は戦うけどな。さ、そりゃさ。トレーナーとか、とは、トレーナーというかその、NPC の、NPC と言い、ではないんだが、言いたいことはといえば、こういうジムリーダーとかね、主要なキャラだけは、一回は戦いたいなと思って。あと、何回か戦うか言うなら、いや、いいかな。一度戦ってるわけやし、うん。見せる分には、一回でいいかなって思って。あ、いや、いいです。言えばっかを。やってるわけやけど。イカルケ出される。お、ゴルーグ出してくる。お、じゃあ、これは、ゴルーグに地獄、サコンボをして、あ、いや、待った。それ、ちょっと待った。サコンボをミカルゲにして、で、シャドーボールをゴルーグにしていく。
おい、そういうスタイルで。お願いします。せいや、よーし、九州当たる。また、そろそろレベル上がれせん。よし、ワンボールメイ。ゴルーグ、倒れていく。楽でいいわ。おだぶつ、感じるトラブルは、上手に成仏させてやる。陰踏みすぎや。あ、一人だけ？あ、そうね。ゴーストなるから地獄好きでいけんじゃね？ちょっと思った。自分はマイナーストレインダー。冷やす立ち去り書き流せ。なんかこういう陰風の好きなんだ。感傷的になった時にさ、たまに感傷的にならないけど、そういう時にさ、死を買ったりするんやけど、そういう時に気分を持ち直すためにね、その時にインフムシ書くのが好きだったりする。節はある。うん。ライムに買っていく。なんだ、やんがい。あ、乾杯だ。あんたに万歳何枚だ。何枚だ、ブスってか。いいね。あんたの魂ビンビン感じたよ。あんたのことを応援してるよ。あんまり肩入れしてやれないけどね。ツアーで作ったスニーカー、いるかい？意外と履き心地いいよ。いる？いや、じゃあ、それ、いいね！いいね。いや、ほんまそこはコーストスニーカー。おぉ、プレミアついてるから、な、白馬もで持っていきな。マジで？墓場まで。墓ドックまで持っていくの？いや、ちょっと、それはまた違うか。よし、ハイライ呼んでいく。よーし。おお、お前さんよ。聞いて、驚いてくれ。いや、驚いた方がいいの。そうな。グリグリ学園の学生食堂とハイライクラブだ。コラボすることになったんだい。おうどう？楽しみです。まだ決まったばかり。だから。正式からはもっと先になるがな。まずはハイライクラブ、名物。フォーケアオーちゃんを、いい肉、学生向けにアレンジするんだい。成長過程の子供たちにはいいものを食べてほしいからな。人生やりたいことやったら、食育にたどり着いとった。おぉ。来たー！学園に呼んでもらったおかげで、おいらも学びて大量だい。天気、お前さんにも感謝だな。流れに任せてオイラとプモ交換しないかいで、はい、しよう。が、オイラは身軽さを放流だい。身軽さをドラゴンティーケアどうだい。じゃあ大元気で、いや、いや、あかん。あかんあかんやん。いや、意外といいかも。持ってるしな、大元気は。その、新構え、とかやったら、あげてもいいかなって思ってしまった。二つ丸ってことだよね、つまりね。うん。もう持ってるわけやから、最強大剣器。うん。いいんちゃう？交換するだい？うん、しよう。二つ丸をハイダイへ送ります。バイバイ、二つ丸。ミガルーサが来た。ミガルーサな。いや、もっと他におるやん。え、ミガルーサなんてなったよな。聞いたとき。
二つ丸とは息がいいな。大量ない、大量ない。非常にこいで育てていくからな。うん、ありがとう。じゃあ、ちょっと。お、切れ味なんやね。で、生意気か。生意気なんかよ。お、メスやん。うん、ま、いいんちゃう？で、特別講師呼んでいって、青木さん、お願いします。交換しましょう。キモ、交換しようぜ！あなたは、ブルーベリー学園の食堂を利用したことはありますか？レッド？いや、これパイオレット！いや、ん？あったっけな？いや、ないな。そうですか。あそこはいいですよ。味は若者向けで全体的に濃いめですが。メール。特筆すべきはそのボリューム。うま。うん。学園ポテトの山盛り感は、小躍りしそうなほどいいです。そら、小躍りする。青木が小躍りしだせる。きっと、その場の生徒に、え？何あの、おじさんで、なってそうな気がするが。食べたことがないなら、試してみてはいかがでしょうか。来たー！自分の話をこんなに真剣に聞いてくれるとは、あなたはやはり変わってますね。じゃあ、聞きたいから聞いてんねんから。変わってるついでに自分と肝交換などいかがでしょうか。やろう！自分はノグコーチを出しますが、あなたはどのポケモンでも結構です。ます。マジで？いや、ノーマルタイプの、パルヤじゃ、このテラリウム道具で捕まえたノーマルタイプのポケモンでもいいかな。なんていうのはちょっと思ってはいるが、いない。いないというオチ。あ、いや、ポリゴンもいいか。いや、このポリゴンはちょっと嫌だな。このポリゴンはちょっと嫌だな、ってなったな。お、敷地か。いや、ちょっと敷地かはおるか。あ、ちょっと待って、と思い出した。別に、逃がそうと思ってたところから持って行っても良さそうな気がした。待て。よう手打つわ。手打った。いますかね、ノーマル。あ、残酷数違うな。あ、このポリゴンでいいや。うん。あなたのポリゴンと自分のノココーチを交換しますか？はい、しましょう。いいね。バイバイポリゴン。またね。また会う日まで。このノココーチは？あー、二つかな。その胴体の方。どうなんやろ。ポリゴン、なるほど。なかなかに育てがいがありそうです。交換ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。三つ富士だったらすごく嬉しかったですけどね。それが、ないんやろね。それはないんやろね。ちょっと思ったね。お、最高最高。鈍いやった。鈍い来たって。剣の恵みな。で、